皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、そろそろ皆さん春服の準備したりしてますかね。私も最近ちょっと春に向けていろいろとお買い物をね始めようかなって思ってたりとか、もうすでに何着かゲットしたやつとかもあるんですけれども、今日はそんな春にめちゃくちゃ使えるよっていうアウターを5つ紹介していきたいと思います。そのアウターを使って実際にコーディネートもそれぞれ2体ずつぐらいコーディネート組んでみたので、ぜひ今年の春のコーデの参考だったりとかお買い物の参考になったら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速アウターを紹介していきたいと思います。まず一つ目がじゃじゃーん、こちらのテイラードジャケットブレザーです。本当に私の YouTube でジャケット何回登場しているかわからないぐらいめちゃくちゃ愛用しているので、まあ、まずこれは定番で持っておきたいかなって思います。今年の春も私はジャケットスタイルをたくさん組んでいきたいなと思っているので、私ジャケットたくさん持ってるんですけど、お気に入りのジャケットがこのジャケットで、これヴィンテージのやつなんですけど、すごくオーバーサイズで今っぽい感じのシルエットになるのでとっても好きなアウターです。カラーはやっぱり春だとブラックとかっていうよりはちょっと抜け感の作れるようなこういったグレーだったりとかベージュとかカーキとかも可愛いと思うし、ちょっと思い切ってカラージャケットとかをゲットしてみるのもありかなとは思います。春秋はねこういったジャケット1枚で出かけられると思うので、私も結構好きな季節なんですけれども、今回はこちらを使って2体コーディネート紹介していきたいと思います。それではコーディネート組んでいきます。はい、ということでまず1体目のコーディネートはこんな感じでございます。じゃーん、今回はちょっとミニ丈のスカートを合わせてみました。このジャケットがメンズのものを使っているので、アイテムとかはねやっぱり結構女性らしいようなアイテムが多いんですが、このジャケットをパッと羽織るだけで一気にハンサムなコーディネートに仕上がると思います。オーバーサイズのジャケットになっているので、こういったミニ丈のボトムスがね本当に相性が良くて、後ろから見るとねジャケット1枚で着てるように見えると思うんですが、この丈感がすごい可愛くて私はとても好きなコーディネートです。ミニのボトム合わせるときやっぱりこういったブーツとかを合わせてあげると足の露出が減るので、ちょっと足出るの気になるわっていう方はこういったロングブーツとかでカバーしてあげるのもいいと思います。ということで、じゃあまず1コーデ目はこんな感じです。はい、ということで2つ目のコーディネートはこんな感じにしてみました。じゃじゃーん、またさっきとは全然違った雰囲気でコーディネート組んでみたんですけれども、今回のコーディネートはジャケットをこういった感じでボタンも閉じちゃって、でこのベルトでねちょっとこうウエストマークをしたりとかするとまたジャケットの違った着方ができるので、マンネリ化も防げるしモードな感じのファッションができるかなと思います。春らしくこのカラーパンツを合わせてみたりとか、中のトップスもこれマリンシェルのね人気のやつだと思うんですけど、こういった柄物のトップスとかを合わせてあげても可愛いと思います。ジャケットってすごくこうカッチリとした硬い印象というかがあるかなと思ったので、今回はあえてスニーカーを合わせてちょっとここで崩してみました。まあ、でもなんかヒールとかでもうがっつりすごいモードなスタイリッシュな感じに決めてもかっこよくていいと思います。結構私ねジャケットコーデいろいろ紹介してるんですけど、いつもデニムとかと合わせることが多かったので、ちょっと今回はこんな感じでスラックスとか合わせて綺麗めだけど、まあ、でもカジュアルさも忘れてないっていう感じのコーディネートにしてみました。新しいですよね結構こういったスタイル。ということで2つ目のコーディネートはこんな感じです。はい、では続いて2つ目のアウター紹介していきたいと思います。2つ目はじゃじゃーん、こちらのデニムジャケットでございます。やっぱり春と言ったらなアウターってデニムジャケット、多分皆さんも思いつくと思うんですけれども、やっぱり春すごく可愛いので持っておいてもすごく使えるアイテムだと思います。デニムジャケットって言っても本当にいろいろあると思います。カラーもそうだしサイズ感とかシルエットとかもそうだしいろいろあると思うんですけど、私はちょっと今回割とコンパクトサイズなデニムジャケットを選びました。最近あんまりこうトレンドっていうトレンドがない気がしてて、ちょっと前まではやっぱりコンパクトなデニムのジャケットっていうよりは結構オーバーサイズなブカッとしたデニムジャケットが主流だったかなと思うんですけど、まあ、最近はオーバーサイズなジャケットも出てるし、ちょっとこういったコンパクトなサイズ感のものも出てたりとかするので、形の面であんまりトレンドっていうのはないんじゃないかなっていう風に思っているので、なので今回はこちらのデニムジャケットを使用していきたいと思います。では早速コーディネート組んでいきます。はい、ということでまず1体目のコーディネートこんな感じです。
じゃーん。このコーデは結構、まあ、ストリートスタイルというか、まあ、感じのコーディネートなんですけれども、春ってこう結構やっぱり明るい印象、明るいカラーとかのイメージがあると思うんですが、やっぱりこういったブラックとかもね着たくなると思います。そういったブラックのコーディネートとかにちょっと一つポンってデニムジャケット羽織るだけで、なんかこう一気に春らしさが出るかなと思うので、こんな感じでオールブラックで決めたいなっていう時とかにパッて一つ羽織るのも可愛いと思います。まあ、やっぱり今季もねカーゴパンツはトレンドになってくるかなと思うので、今回はこちらのパンツを合わせました。まあ、カーゴパンツでもいろいろ形あると思うんですけど、ボリュームが出やすいパンツが多いかなっていうふうに思うので、こういったスッキリとしたアウターを持ってきてあげるとバランスがうまく取れて、ボテッとしすぎないメリハリがつくコーディネートに仕上がると思うので、こういったスッキリとしたアウターにカーゴパンツを合わせてあげるのも可愛いと思います。ちょっと今回ワンポイントでこの帽子をねかぶっているんですけど、これは別になくてもあってもどっちでもいいかなと思います。シンプルになりすぎちゃうかなと思ったので今回は合わせてみました。はい、ということでまず1体目のコーディネートはこんな感じです。はい、ということで2つ目のコーディネートはこんな感じです。じゃーん。さっきはデニムジャケットアウターとして羽織として着ていったんですが、やっぱりこういったスッキリとしたデニムのジャケットってトップスとしてもすごく使えると思うので、今回ボタンを閉じてトップスみたいな感じで合わせております。このジャケットはこのハーが取り外しができる 2way のジャケットになっているので、ちょっと今回ファーもつけたりとかしてワンポイント加えてみました。今年ね結構デニムを使った、もちろんこういったジャケットとかパンツとかもそうですけど、こういったデニムを使ったアクセサリーというか小物とかも結構出てて、いろんなブランドから割とデニム自体がすごくトレンドになってるような気がしてます。このバッグもね実はこのジャケットと同じ素材で作られたバッグになっているので、統一感も出るのでおすすめな合わせ方になっております。可愛くないですかね。じゃあこの組み合わせ、カーパッチとかもねこれ同じのがついています。こうやってそうだから一緒に持ってあげてもとても可愛いです。であと今回はこのロングスカートを合わせてるんですけど、このロングスカートもすごくトレンドになってる気がしていて、デニムのねこういったタイトめなロングスカートも結構今たくさん出てたりとかするんですが、こういったロングのスカートっていうのも合わせるだけでトレンド感が出やすいかなと思うので、今回はこんな感じで合わせてます。ということで2つ目のコーディネートはこんな感じです。はい、ということで続いて3つ目のアウターを紹介していきたいと思います。3つ目のアウターがじゃじゃーん、こちらのトラックジャケットでございます。まあ、今回こちらのトラックジャケットを使っていこうと思うんですけど、まあ、本当に何でもいいです。アディダスのジャージとかでもいいし、古着のジャージとかでもいいし、とりあえずこのトラックジャケットもね春にすごく使えるアイテムだなと思うので今回は選びました。なんかこういったこうジップのあるジャケットとかってすごくこう羽織りやすいし温度調節がしやすかったりするので、ラフな感じで着れるすごくこう使い勝手のいいアウターだなと思ってるので、春とかすごく使えると思うので一個持っておいてもいいと思います。今回は割とオーバーサイズな感じの大きめのトラックジャケットを使用していこうと思います。はい、ということでじゃあ早速コーディネート組んでいきます。はい、ということでまず1体目のコーディネートこんな感じです。じゃん。まずは、このアウターをもうジャック全部閉めちゃってトップスみたいな感じで着る着方でコーディネート組んでいきました。結構このアウターはオーバーサイズになっていますので、ミニ丈のボタムを合わせてバランスをとってみました。このスカートもねなんかこうチェックのスカートなんですけど、一見本当に全然違うジャンルじゃないみたいな、この2つってスポーティーなトップスにちょっとこうクラシカルというか綺麗めなコーディネートとかに使えそうなスカートっていうので、この2つ合うのって思うかもしれないんですけど、意外とこの組み合わせが、まあ、レトロな印象もあると思いますし、どっちかに寄りすぎてない、スポーティーすぎないし綺麗めすぎないしっていう感じのコーディネートになるので、こういったコーディネートも可愛いと思います。足元今回スニーカーでのサンバを合わせてるんですけど、なんかローファーとかでも可愛いと思います。このサンバはスニーカーなんですけど綺麗めな印象があるというかっていう風に私は感じているので、こういったコーディネートとかにもすごく相性のいいシューズかなと思います。バッグこちらねペットみたいなバッグを持ってるんですけど、このジャケットのオレンジのラインに合わせてこちらのバッグにしてみました。はい、ということでまず1コーデ目こんな感じです。はい、ということで2体目のコーディネートこんな感じにしてみました。
じゃじゃーん。今回のコーディネートはこのデニムパンツをね合わせてるんですけど、それにこの白シャツにネクタイっていう、これも結構なんかスクールコーデみたいな感じかな、なんですけど、でもこうスクールっぽくなりすぎないようにデニムパンツだったりとかマーチンとか、あとこの小物ですね。このニット帽は最近結構こういった癖のあるニット帽が多くてトレンドにもなってると思うんですけど、こういった小物とか合わせてあげると学校すぎないコーディネートになるかなと思うので、まあ、なんかこういった小物とかで一癖とかつけてあげるのも大事かなと思います。やっぱりドラッグジャケットってちょっとこうオールドっぽいようなレトロなファッションが似合うと思うので、昔からあるようなオーソドックスなスタイルにこう合わせてあげるっていうのもコーディネート組み合わせやすいかなというふうに思います。なんかそれにこういった小物とかでアップデートして今っぽさを出してあげるっていうのが可愛いんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、ということで2つ目のコーディネートはこんな感じです。はい、ということで続きまして4つ目のアウターを紹介していきます。4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。ジップフーディーですね、パーカーでございます。まあ、このドラッグジャケットと似たような感じで、こうさらっとすごく簡単に羽織れるアウターになっているので、春とかにはすごく重宝するかなっていうのと、最近 Y2K って言って、ちょっとこう平成っぽいコーディネートが流行ってたりとかするじゃないですか。で、このパーカーっていうのも結構そういう Y2K な印象が出やすいアイテムかなっていうふうに思うので、昔からあるアイテムではあるんですけど、逆に今っぽいコーディネートができるんじゃないかなと思うので、こういったジップパーカーっていうのも春注目かなっていうふうに思います。私は今回このギャップのねオーバーサイズなものを使用していきたいと思います。それではコーディネート組んでいきます。はい、ということでまず1コーデ目はこんな感じです。じゃじゃーん、ジップパーカーを全部チャック閉めちゃってトップスみたいな感じで着ております。まだこの着方は普通のフーディーみたいな感じで着れるので、いろんなコーデ組みやすいかなとは思うんですが、今回はトレンド感のあるこのカーゴスカートを合わせてみました。やっぱりこういったロングのスカートとかと合わせてあげて、こうゆるっとダボっと着ても可愛いコーディネート組めるかなと思います。で、足元はこちらのアグのタズマキシタスマンっていうちょっとこう柄が入ったスリッパ型のシューズにしているんですが、なんかさっきも使ってたブーツでも可愛いかなとは思うんですけど、ちょっと春ブーツ履くのに抵抗があるっていう方、まあ、こういったスリッパ型のタイプならそんなに暑苦しくも見えないかなと思うので、挑戦しやすいんじゃないかなと思います。そしてバッグにはこのワンポイントでデニム素材のバッグを持ってきました。このコーデはすごくラフな感じのコーディネートになっているので、デイリーコーデみたいな感じで気軽に着れるようなコーディネートに仕上がったかなと思います。はい、ということでまず1体目はこんな感じでございました。はい、ということで2つ目のコーディネートこんな感じにしてみました。じゃじゃーん、今回のコーディネートは、まあ、アウターとして羽織として着ているんですけれども、本当にシンプルなこの白のトップスにデニムのスタイル、すごくまあ定番な合わせ方だと思うんですけれども、それにサッと羽織るような感じでジップフーディー合わせてみました。こんな感じのコーディネートもすごく可愛いと思います。決めすぎてないラフな感じのコーディネートなので、とてもカジュアルですし、あえてのこのスタイルがちょっと昔っぽくて逆に新しいみたいな、そんなコーディネートができるかなと思うので、こういった感じで合わせてあげるのも可愛いと思います。今回はちょっと差し色にこの赤のバッグと赤の刺繍でよりポップな感じの Y2K っぽい印象にしてみました。足元もこのねファーのブーツ、ファーのブーツも結構今リバイバルで着てると思うので、足元もこういった感じでファーブーツとかを合わせてあげるとより今っぽいコーディネートに仕上がるんじゃないかなと思います。ということで2体目のコーディネートはこんな感じです。はい、それでは続いてラストのアウター5つ目紹介していきたいと思います。ラスト5つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。やっぱりカーディガンは春必須じゃないですか。どうですか皆さん、春来ますかカーディガン。私的には春と言ったらのアウター結構カーディガンが思いつくんですけど、まあ、カーディガンはなんかあんまり流行り廃りがないっていうか、本当にいつも定番で春になったらいろんなブランドから出てると思うので、そんな定番のアウターをちょっと最後に紹介できればなと思いまして、こちらを選びました。今回はこの結構大きめなボテッとした感じのカーディガンを選んでます。まあ、カーディガンって言っても結構いろいろね、なんかすごいコンパクトなものも最近多かったりしますけど、今回はちょっとこちらの大きめのオーバーサイズなカーディガンを使っていければと思っております。はい、ということでじゃあラストコーディネートを組んでいきます。
ということで、まず1回目はこんな感じでございます。じゃーん。まず定番のデニム合わせですけど、まあ、さっき言ってたように、今季結構こういったロングスカート、デニムのねロングスカートっていうのもすごくトレンドで今っぽいコーディネートに仕上がるので、今回はこちらのロングスカートを選んでみました。もちろんデニムパンツとかでもね可愛いと思います。で、今回はこのトップス、キャミソールのトップスなんですけど、このねカーディガンがすごいあったかいんですよ。マイナーキャミソール1枚でも春着るんじゃないかなと思って、今回はキャミソールを合わせてます。このスカートスリットがこうバッと前に入っているので、今回はロングブーツを合わせてみました。このブラウンと中のトップスのブラウンを合わせて統一感を持たせております。パッと上から羽織るだけですごくこう春らしいコーディネートが組めるので、こういったカーディガンも一つ持っておいても使えると思います。はい、ということで1体目はこんな感じでございました。はい、ということで2体目のコーディネートこんな感じです。じゃじゃーん。このコーデはもう完全に私の好みな感じのコーディネートにしてみました。さっきはデニムをね合わせてたんですけど、今度はこのスウェットパンツを合わせております。ちょっとこうオーバーサイズなカーディガンにこういったスウェットパンツ合わせるのってラフすぎちゃわないかなっていう風に思うかもしれないんですけれども、ラフだからこその可愛さがあると思うので、このコーディネート私はねすごく好きなコーディネートです。今回は中にこのヒョウ柄のベースボールシャツを合わせてみました。結構スポーティーな感じの印象が出ると思うので、そこにこのカーディガンを合わせてあげて柔らかさを持ってきてあげるみたいな感じで、こちらのカーディガンを上から羽織っております。足元はこちらの大好きなアグのブーツを持ってきていて、トップスのブラウンとちょっと合わせてみました。そして小物はね、今回こちらのさっきも使っていたニット帽を合わせてます。であとはこのサングラス、スポーツサングラスなんですけど、もうスポーツサングラスもね Y2K っぽいコーデに仕上がるので、今買うならこういったサングラスがおすすめかなって私は思います。もちろんこれはねなくても大丈夫です。あるとより今っぽくちょっとこう個性派な感じのコーディネートになるかなと思うので、ちょっと今回はかけてみました。はい、ということで2つ目のコーディネートこんな感じでございました。はい、ということで今回紹介するコーディネートは以上でございます。今回はあっという間に多分春も来ると思うので、準備をねしていこうかなということで、春におすすめなアウターとそれを使ったコーディネートを2体ずつ紹介してみました。今回は結構同じアイテムを使っているけど、また違った感じの雰囲気を作れるようにコーディネート考えていったつもりなので、なんかぜひぜひそれぞれのアウターでどっちのコーディネートが好きだったとかコメント欄でシェアしてくれると嬉しいです。今回紹介したのは2体でしたけど、まだまだ本当に着回しがたくさんできるアウターばっかりなので、ぜひ皆さんも今年の春ちょっとさらっと羽織るアウターとか欲しいなって考えてる方いたら参考にしてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。